これから今訳したものを読み上げていこうと思います。昨日の続きで、ロバート・カリルさんっていう人が、マリナ・セレンさんにインタビューをしている動画です。この動画は、一番最初の動画で2つあるんですけど、2つ目はもうすでに私は全部訳しているので、それでまあ過去のものですね、1年ぐらい 前のもので、その中の今回は、3回目になります。ロバートさんの質問からマリナさん、量子物理学者マリナさんですね、スペインの、23歳、去年だから22歳ぐらいの時かな、ハイブリッド、宇宙人とのハイブリッドだと言われている人です。ロバート、 SSP 秘密宇宙軍計画はそのようなものだと思いますが、これに関与しているレプテリアンとは何ですか？そして SSP プログラムで彼らについてどう思いますか？彼らはそのようなものですか？または一般的なレプテリアンの役割は何ですか？なぜならレプテリアンについては多くの疑問があるとたくさんの人々が言っているのです。多くの人がレプテリアンは本物だと言い、ある人はインターネットの中の話だと言い、また他の人はレプテリアンは邪悪だという、そういうことがありますが、彼らは地球内部に住んでいる人がいて、彼らが恐竜を彷彿させると言っています。それが私の知りたいことで、あなたの意見を聞きたかったのです。それが一体何なのか知っていますね、マリナ。それらの人々の発言のほとんどは真実です。レプテリアンには100匹の恐竜が関係しています。それは恐竜の進化のようなものです。実際には他のスターシステムから来た別の種族です。彼らは一般的な役割を担っています。今のところ地球は恐怖に基づいた政策を行っていると思います。彼らは特定の系統と接触しました。彼らとつながっているアヌンナキのレプテリアンの系統は、もし彼らが助けてくれるなら、管制官たちも協力するという協定を結んでいます。もし彼らがそうするなら、政府と一緒に制御する協定を結んでいます。両方ともお互いに利益をもたらし助け合うでしょう。パワー、そして今、私は全てのレプテリアンがネガティブだと言っているわけではありません。彼らの中にはポジティブな人もいます。それは人間の場合だけです。私たちはポジティブであり、ネガティブでもあり、中立でもあります。ロバート、それからロバート・カリルさんね。二人のロバートさんがいるので、ちょっと間違わないように。ロブって、言ってるんですけど、それからアヌンナキについても質問させてください。彼らは去ったと思いますか？それとも決して去らなかったと思いますか？まだここにいて、政府などのバックグラウンドにいるのかもしれませんね、マリナ。彼らの何人かは去っていきましたが、彼らはここに戻ってきました。私たちが今経験していることのせいで、その時期なのです。ロブ、彼らがニビルから来たと言いますが、彼らがどこか別の場所から来たのか、それともどう思いますか、マリナ。ニビルから来た特定のグループがあり、彼らがその惑星を故郷として使っていることは知っていますが、何らかの目的で彼ら全員ではありません。爬虫類というわけ、全員が爬虫類というわけでもありません。遺伝子的系統で、そのうちの何人かは本当に爬虫類です。はい、次。大多数またはオリジナルは人間です。つまり人型、ヒューマノイドです。しかし爬虫類がプレアディアンのいずれかがここに混合されていて、それらのいくつかはバリエーションがあり、彼らの中にはより多くの爬虫類の DNA があり、彼らの中にはより多くのポリオ DNA に持っている人もいます。それは人によって違います。それらの歴史の中で彼らが辿った進化の経路は、彼らの物語から来ています。アルデバランから来ており、それらのいくつかはリラ星群から来ています。オリオンなどの多くの異なる場所から来ています。ロバート、ロブ、アヌンナキはいろいろなものの合成のようなものですね。私がちょうど考えていたことは、宗教的なようなもの、キリスト教のようなものについて聞いた時のようなものです。例えば彼らは天使であるセラフィムとケルビムについては話します。彼らはエンジェルのような形のものですね。彼らはケルビムを人間タイプの天使のようなものとして説明していて、セラフィムは爬虫類タイプの天使のようなものだと聞いています。人々は実際にアヌンナキのようなものを見ていたのでしょうか？
そして彼らはこれらを私たちがケルビムのセラフィムと呼ぶのようなものとして説明したのでしょうか。あなたはそう思いますか。マリナ、はい、セラフィムのような存在すべて、ネフィリムやエロヒムのすべて、これらの名前はすべて聖書の中のものです。実際にはありそうもない血統の家族、またはアヌンナキのグループなのです。ロブ、それは本当ですね。興味深いですね。あなたも SSP 秘密宇宙計画に関与した記憶はありますか？マリナ、はい。ロブ、それはどうなっているのですか？年齢が対抗していくのはどんな感じですか？あなたの経験はどうでしたか？マリナ、私が戻ってきた約20年についての理論は 100% 真実です。一部のケースではそう思っていたのですが、ほとんどの場合が真実だと学びました。普通、宇宙の問題に取り組んでいるとき、皆20年間勤務します。具体的に20年の理由は分かりません。なんか猫が来て、なんか倒した。何やってんの？猫が来て倒した。何か。はい。どこまで行った？具体的に20年間勤務のその理由は分かりません。20年間勤務し、その後戻ると老化しています。長い間誘拐されていたのがなかったように、人生を去って、それからまた戻ってきます。ロブ、宇宙船を操縦したり、他の惑星にいた思い出はありますか？マリナ、はい、あります。今日はここまで訳しました。続きはまた明日やります。今猫ちゃんがね、横にいるんですよ。どうしたの？どうしたの？寂しいの？大変だったからね。ここの何ヶ月間、寂しかったよね。病気の猫ちゃんがいて、その世話とかしてた時代があったので、寂しいところ、今、一匹家になっちゃったから、ペルシャ猫の家族。ペルシャ猫がたくさんいたんですよ、うち。10匹ぐらい。みんななんか、コロナ禍にあって、みんないきなり亡くなっちゃったので、若いものも年寄りもって感じで。でも、この子が今一番うちで年寄りって、まあ、動物愛護協会から、預かってる子が若い、4歳ぐらいの子がいて、それはまあ、普通の猫なんだけど、別にどこの何種とかいう種類は知らないけど、普通の猫ですね。でも、この猫ちゃんは、白いペルシャ猫で、お坊ちゃまなんですけど、寂しそうにしてるから、いつも。今ね、世話を焼いてあげる時期なんですよ。はい。それでは、これで終わりにするんですけれども、まあまあ、タロットカードも今日の朝引きましたし、昨日も引きましたし、何か話題になっている人を占ってみました。で、一回、こう引くっていうか、その時の勝負みたいな感じ、だから、賭けみたいな感じで、私、一日に2回しか引いてないから、くじ引きみたいな感じ。すごく集中して引くんですけど、1枚だけこう引いて、その人のシンボライズとなるカードを引いて占うみたいなのをやってるんですけど、まあまあ、悪魔とかさ、死神とか絶対出ないから、今まで12日目かな、今日で。ずっとやってきて、一度も出ないから、そういう悪いのが。で、私昨日間違って私とピアノとの関連性っていうか相性みたいなのを調べた時に出たカードが吊るされた男とか間違って言ってるけど、あれはね、今思い出したけど、それじゃなくて悪いカードだったんですよ。やっぱり死神とかあと悪魔と同じぐらい悪いカードっていうか、タワーっていうの、塔っていうカードを、そう、それが出て、逆位置だったのかな？だから、正位置じゃなくて逆位置だからまだ助かったような感じかな、これって。まだ正位置の方が悪いと思う。でも、その話をよくするけど、その時聞いたのは、吊るされた男でしたとか間違って言ってるけど、そうじゃなくて、タワーだったんですよ。どちらにしても、まあ、どちらにしても吊るされた男にしても、いいカードとは私は思わないので、はい。という感じで、またやってみようかな、いつか。私と音楽とかさ、私とピアノの相性をまたやってみようかな。
まあまあ、タロットカードとかとの相性はいいみたいですね。あとは、宇宙との相性がとても良いみたいですね。はい。猫ちゃんが横にいて泣いてる。サバ？サバ？チュバビアン？チュブモンジ？チュブデギャトゥ？チュブモンジデギャトゥ？それでもう終わりにするんですけど、とにかく昨日は他の、私じゃなくて私を占っても面白くないと思うから、他の人を占ったり、昨日誰だっけ？一平さんとか言う人占ったら、愚か者が出たから、やっぱりね、絶対ね、例えば、大谷選手は、女帝が出たんですね。で、青汁王子は、女、教皇っていうか、女帝ではないけど、女教皇っていうか、もっとそれよりも、神聖なるものが出ましたね。そして、あとは日本について占うと必ず太陽が出てくるっていうのが、あとは最近、最初のうちは太陽が連続して出てたけども、最近引いたのでは戦車が出たので、あれ？とか思ったんだけど、はい。戦車のカードが出たんですよ。まあそれはね、その人次第っていうか、これを見て、このカードを見て何をイメージ、インスピレーションするかはその人次第だと思いますね。はい。では、ここでやめようと思います。ちょっとね、ごちゃごちゃしてるのは、今ね、整理整頓してるんですよ。物置っていうか、私、寝室を物置みたいにしてるから、いろいろ、そう、プラスチックケースに入れてるものとか出してきて、整理整頓してるから。そして、小物が多い。プレゼントされたお土産品とか、いろいろな国の小物が散らばってるんだけど、そう。そんな感じで、整理整頓を続けようと思います。それではまた、タロットをやろうと思います。次回は誰にしようかちょっとわからないけどね。はい、ありがとうございました。チャオチャオ。